我々は悪名を絶やし誉れを広める盲目渇望経験わずかな距離に準備がある叙勲騎士アルジェンティが誓います。準備を朽ちさせぬと。準備の騎士ってすごいの？宇宙の奥に悪鳥という古獣がいたそうです。その鱗は鎧のごとく、爪は神兵のごとく。だがその屍をうなつ騎士のランス、宇宙の果ての地で。それならうちにもできるよ。おや、騎士の素質があり準備に憧れているのですね。ですがお許しを。僕は役目を担い銀河を一人歩く、共に歩むことはできません。信念は揺らぎません。闇よ、ここにて止まれ。僕が死しても消えぬほど準備の名を宇宙に轟かせましょう。全てをイドリラ様に。どういうこと？あの光と再会するまで空にあるあらゆる美しさは僕が守り抜きます。宇宙のどこかでまたお会いしましょう。で、彼は何をしに来たの？ただの通りすがりの準備の騎士だ。